これで日本が2勝1敗とリード。矢原道夫選手対ラシントの対戦です。うまいですね、はい、今のはやはり矢原選手が例えば突きが外されたとすぐにそれからすぐ同じ腕でもってこの裏剣に変化するというふうな、はい、やはりこれが本当の空手でしょうね。